皆さん明けましておめでとうございます。キープディスタンス滝野チャンネルの滝野です。2022年1月の4日火曜日ですね。時刻は3時半になってますけれども、今日から私仕事始めということで、回ってはいるんですが、まだまだね、お休みのお客様が多くて、今日もちょっとイレギュラーでコース変えて回ってはいるんですけども、暇です、まあ自分のコースなので、暇だからといって人に任せるっていうわけにもいかずですね、4日本日から出社はしておりますけれども、ほとんど給料泥棒状態ですね今日はね。しかも、今日まで確か特別出勤扱いになるのかな。なので、結構何割増しかになったりしてですね、非常に美味しい状況なんですけれども、皆様正月いかがお過ごしであったでしょうか。私は年末からですね、元旦元日1日2日とですねのんびりしました。年末ギャー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 言ってた障子の張り替え、猫によって崩壊している障子の張り替えは、着実に進めてはいるんですが、まずはね、1階と2階でね、18面あるのかな、18面あるうちのまだ6面しか張り替えてないです。今日もね、できれば夜早めに帰れるんで、引き続き続きをやろうかなって、続きやらないと1階の障子なんかはね、外から、ね、見えちゃうんでね、早めにやらないといけないんですけれども、まあのんびりしながらリラックスできた正月を過ごしておりました。皆様はいかがだったでしょうか。まあ、仕事からね、ちょっと業界のこうなんて言うんでしょう、こう妙な責任感じゃないんですけども、初詣はね、自粛をしました。人の多く集まるところに行って、ちょっとね、また自分が感染源になってしまうとっていうのもあるので、ですね、今年はまだ何も交通安全のお守りとかもですね、何も手に入れてはいないんですけれども、その代わりとは言ってはなんですけどもね、年末ふと考えまして、いつも玄関のところにね、しめ縄飾りをしたりとか鏡餅を置いたりするんですけれども、今年はふと思って、そうだ、もう気持ちの問題だからと思って、今までその締め縄飾りや鏡餅を買っていたんですけども、今回それ、大した金額でないんですけどね、やめまして、うちはそうだ、猫がたくさんいるし、招き猫を1年間通じて置けるし、招き猫の置物を買おうかなと思ったんですね、年末で。いろいろ物色していたところ、最初はね、古来床式こういう招き猫を買おうと思ってたんですけども、いろいろ調べてると、ふと思ってちょっとピンとくるのがなかったんですよ。でふと思って、うち我が家にはね、お預かりしている黒猫が3匹いて、でその3匹のうちの1匹が、去年9月に子供を産んだんですね。で、合わせて4匹黒猫がいるんですよ。全然キャラクターが違うんですけどね、毛並みとか、まあ4匹が4匹とも一目で、まあ1人は子供なんであれなんですけど、一目でこう毛並みとか大きさとか顔が違う、まあ兄弟なんですけど、まあいずれにしても黒猫がまあたくさんいるということで。黒猫、チャトラじゃないや、白と茶色、それから、キジトラ、三毛猫に書いた、何種類かいるんですけれども、黒猫が一番多いわけですよ。で黒猫の招き猫ってないのかなって思って調べてたら、ちょうどね、なんか風水的に考えて作りましたっていう黒猫の招き猫があったんですよね。なので、あ、これだ、しかもルックス的に、なんて言うんでしょう、ちょっとすっとぼけてて可愛いので、これはもう我が家にぴったりだなと思って、
今回はその鏡餅だしめ縄飾りだっていうのは全部買わずに、その風水的に考えられている、招き猫の黒猫の置物を購入して、玄関に、セットアップしました。それちょっとサムネで写真貼り出したいと思いますけどね、なんとも表情のある感じなんですけども、まあここまで何年もしてきたお正月とはちょっとこう違う、感じの正月を迎えたかなっていう風な、やっぱり気分は落ち着かないんですよね、しめ縄飾りや鏡餅がないから。なんですけど、まあそういう風な変化を持たせた年がまあ1回ぐらいあってもまずはいいんじゃないかということで、今回はもうまあいいやと思ってそれだけにしました。まあそれがねどういう風な、祝福、福を招いてくれる猫なのかよくわからないですけれども、まだ、信じてね、毎日そこを見てこう微笑みながら仕事に行って、また帰ってきたら微笑み返して無事帰るじゃないですけれども、うちの場合まあ生きてる猫、それからその招き猫も含めて、猫がやっぱりね、メインの家なので、まあ寅年ではあるんですけどもね、引き続き今年も猫を祭り上げて、行きたいかなというふうに思っています。まあね、まあもともとねちっちゃい時から猫と一緒に住んできたっていう環境もあって、社会人になってからのね十数年か20年ぐらいは猫と暮らしてない時がありましたけれども、まあまた猫と暮らすようになってかれこれも10年以上になるのかな、猫との縁っていうのはいろいろあって、子供の頃から思い出もあるんですけれども、いまだにねやっぱり猫のおかげっていうわけではないですけどもね、日々世話をしながらもいろんなそのなんて言うんでしょう、あったかい気持ちをもらえてるっていうのには本当にありがたいなと思っています。面倒を引き続き見させていただきたいと思うんですけどもね、まあそんだけいたら食費も結構バカにはならないんですけれども、まあ今年もね、私も体調崩されないようにしながら、体調崩してね具合が悪かったって、ね、容赦はないですからね、飯作れは変わりませんから、ね、まあ、そこはちょっとね、ちょっともうちょっともうちょっと寝かせてとかっていう時もあるんですけれども、まあそんなこんなでね、ここ何年か猫たちと一緒に生活がまあまあ言ったら幸せなんでしょうね、リラックス癒しをいただいてね。何の話でしたっけ。そうそう、黒猫の、招き猫です。まあ皆さんもね、お裾分けではないですけどサムネにちょっとそれを貼りますので見てみてください。あとこの2022年はですね、おかげさまでこのキープディスタンスチャンネルも、トータルでの読者登録者数っていうのが300を超えまして、お正月に300超えたのかな。ね、まあ、言うとこの普通のなんて言うんでしょう、一般人のおっさんが行っている、ワンカメの撮りっぱなしの、もう本当に、ね、地味な、動画ばかりなんですけれども、まあ曲がれなりにもこうやってね、毎日走っている中でのその気づきで、事故に巻き込まれないでもらいたいなっていう気持ちから始めている状況なのでですね、皆さんもその登録本当にありがたく思っていますし、これからも少しでも役に立てばいいなということで、まあ、ソニカとかねミラバンとかそのバイクの話も時折に混ぜながら、たまには猫も出てきながら、基本的にはキープディスタンストークという形で今年も進めていきたいなというふうに思っています。今年はね、外に360度カメラを設置して、で話は室内でマイクをつけてっていう風なやり方も、ちょっとバリエーションとして撮りたいなっていう風には思っているんですけども、3
月に車検があったりとかね、まあ、ちょっと費用とか予算の問題もあるので、どういう風になっていくのかですけども、計画してそこの辺も、面白いようなお話ができたらいいなと思います。さて、ということで、2022年キープディスタンスチャンネル滝野、本日、今年もどうぞよろしくお願いいたします。ちょっとね、西日も強くなってきましたね。皆さん、ちょうど人が見えにくくなる時間帯ですから、運転気をつけてお仕事頑張ってください。お休みの方はね、体ゆっくり休めてまた、仕事始め頑張ってくださいね。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。